い、皆様、こんばんは、タキオでございます。今回は、ね、久しぶりですね。今さら聞けないミニ四駆のコーナーでございますね。もとい、質問コーナーでございます。はい、まあ年末以来ですね、になりますね。結構放置してた質問などございますんでね、そちらの方を、どんどん答えていこうかなと、思っております。今回は3つね、質問にお答えしていきます。では、いきましょう。はい、まず1つ目の、質問でございますね。ニックネーム、コーワさんですね。アルミホイルって使ったことありますか？見た目以外の効果はありそうですか？というところでございますね。はい、アルミホイル僕も持ってます。確かにね、実車とかね、まあミニ四駆に履かせると、メカメカしくてかっこいいとかありますよね。はい、で実際、まあ、効果があるのかというところですけども、まあ、僕はまだやったことはないんですけども、よく、特に MS フレキですかね、を使ってはる方、アルミホイルを履かせています。確かに理由はあると思いますけどね、まあ僕使ったことがないんで、実際まあどういう効果があるっていうのは、まあ憶測でしかないんですけども、特に MS なぜ効果があるのかと言いますと、MS シャーシね、ありますよね。ご存知の通り MS シャーシ、こうぐにゃぐにゃ動きます。はい、動く分、精神性能が優れておるんですよね。精神性能が優れてるイコールマスダンパーが少なくて済むっていうところですね。ここであったりとか、この提灯でつけるマスダンパーねが少なくて済む、全体重量が結構軽くなるんですね。はい、そこにアルミホイルを履かせると低重心化になってより跳ねなくなるというところではないでしょうか。あくまで予想です。それで、まあ、安定化を図りながら、あとはモーターとかでね、スピードを出すというところですかね。結構ここ最近のミニ四駆でいうと、あまり重さっていうのをね、まあ、重要し、まあ、重要なんだと思うんですけども、昔ほど、軽いほどいいという感じではなくなってきてると思うので、そういうふうな、重心とかね、そういうマシンの姿勢を変えるためにね、前だけアルミホイルにするとか、後ろだけアルミホイルにするとか、そういう風な使い方になると思いますので、決してね、見た目だけのパーツではないかなと、個人的には思っております。はい、1つ目の質問は以上です。いきますね。2つ目の質問、アスランさんですね。マシンのブレーキはスポンジではなくテープが主流ですか？調節の意味もあると思いますが、滑りもいいですか？というところですね。はい、どうしようね、これはね、大阪だけ関西中心なのかもしれませんけども、テープが主流というわけでもないですね。はい、どちらかというと僕は赤ブレーキを多用しております。はい、その赤ブレーキとかをね、利きを調節するために、この上からね、こんな感じで、テープを貼って利きを調節するということはよくありますね。あとはもうガンガン飛ばせるコースだとね、完全にノーブレーキではなくて、このブレーキに、ブレーキの上に、まあ、テープを貼って滑らすようなブレーキを作ると、まあ、スポンジは出さないけどもテープで滑らしますよと、いうふうな形で使うことがよくあります。まあ、なぜかと言いますと、ドラゴンバックの前にですね、テープで滑らして姿勢を整えてジャンプするというイメージです。はい、まあ、実際効果が出てるかは分かりませんけども、まあ、ガンガン飛ばせてもノーブレーキだともうえらい飛び方することもあるんで、そういう風な調整でテープを使ったりします。ただまあずっとテープを使ってるわけではなくて、レイアウトを見て、青ブレーキにするのか赤ブレーキにするのか黒ブレーキにするのか、を見極めながら、まあ、テープを貼ったり隠したり、そういうことをしております。はい、以上です。はい、では、続きましてジンさんですね。はい、今回最後の質問でございます。中空シャフトと、強化シャフトの違いについて教えてください。ギアに塗るグリスまたはオイルなどおすすめを教えてくださいと2つ質問をいただいてますね。はい、まず答えますと、まずシャフトの方ですね。単純に言いますと、中空シャフトは中が空洞なんで軽いです。強化シャフト、ブラック強化ですね、
これに関しては多少曲がりにくくはなっておりますと、ただ空洞ではないんで中空シャフトよりかはちょっと重いかなというところですけども、あと細かい違いがありまして、ちょっとだけ中空シャフトの方が、太いです。ですので、まあギアね、シャフトに入りますよね。ギアの、その紙とかね、その遊びをなくすっていう面では中空シャフトの方がいいんではないかなとか、そういうこともあったりします。はい。でブラック強化の方も、まあ普通通常のシャフトに比べてね、曲がりにくいというふうな感じになってますので、まあ、3レーンではね強化シャフトを使って、いざ本番のレース用のマシンでは中空シャフトを使う、ような形でいいんかな、いいんではないかなと思います。はい。僕は中空シャフトを使うことが多いです。はい。で、ギアに塗るグリスまたはオイルなどをおすすめ教えてくださいと、いうことなんですけども、はい。まあ僕はね、あのタミヤさんから出てるあの、フッ素グリス使ってます。まんま、オイルペンで塗って、で、まあ、より滑りやすくするという意味ではあのスクワランオイルを、ちょっとピッて振って塗ったりしてますけども、その2つぐらいかな。はい。あまり僕はこだわってはいませんけども、はい。まあ、しっかりギアがね、動くようになるんであれば、タミヤさん純正のグリスでもいいかなと思います。ただ粘土の強弱があるので、その辺は考えながらやらないといけないかなと思います。まあ、タミヤさんのフッ素グリスすごいいいですよ。個人的にはおすすめでございます。はい。では以上3つ、3人の方の質問にお答えしていきました。まあ、久しぶりにね焼きましたんで、まあ今更かよという方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあどんどんこれからもお答えできたらなと思っております。では今回は以上でございます。また次回お楽しみに。以上です。